深見藤子は日本の映画女優である。画家の伊藤真水が同芸名の名付け親で本名は安田藤子。戦前の日活京都の時代劇スター女優であり、戦後は沈黙したが、林海将監督の手により再びスクリーンに登場した。1916年4月10日、東京府江原郡品川町大技北品川塾に江戸時代末期から続くそばや 養老庵を営む父、松太郎、母、万野長女として生まれる。二人兄弟の兄である長男は、後の映画監督の安田君義である。七歳から下流流舞踊を習い始め、1929年に東海人上昇学校を卒業して、東京高等女学校へ進学するも、1931年に中退、同年5月に、小竹蒲田撮影所に入社。 研修生となる。長田藤江名義で、翌1932年2月4日に公開された、斉藤虎次郎監督のスラップスティックコメディ、サンタロー満州出世のヒロインに抜擢されるが、あまり目立たず、小竹下鴨撮影所への移動を進められるが両親に反対される。同年10月の日活渦政撮影所の募集に応募、審査員の一人だった画家の伊藤新水の激しい、 プッシュで合格者7人に残る。伊藤が深見藤子の名を命名するに及び、両親は京都行きを賛成した。同年11月、日活渦政の時代劇部に入社。早速12月1日公開の煩悩非文書3部作に出演。大河内伝次郎の相手役に抜擢された。半年後の1933年5月に、現代劇部に転校。 大谷俊夫監督の娘16、倉田文人監督の恋しる頃に主演した。翌1934年4月の現代劇部の玉川撮影所移転に伴い、東京に戻り、主演を含め3本に出演したところで、同年9月に PCL 映画製作所の引き抜きにあい、一旦は日活に辞表を提出する。最終的には日活に残留、同年12月には、 日活京都撮影所に移動、早速、稲垣博監督のトーキー、新選組前後編に出演した。1935年、19歳になり、山中貞尾監督の、丹下左前世は百万両の壺に、出演、引き続き稲垣、山中共同監督作品、関のやたっぺの岡町の相手役に抜擢される。山中監督の、 街の入れ墨者に抜擢されるに至り、山中とのロマンスが噂されるようになる。同作は、同年の、キネマ順法シベスト展2位に選ばれたが、プリントは現存しない。同年から、足掛け2年がかりの稲垣監督の超大作、大菩薩峠に出演、花井蘭子と双壁の日活時代劇スターとなった。翌1936年1月8日の、スタジオ開きで、花井は、 放浪賞、深見は、儀芸賞を受賞した。1937年、久しぶりに、山中監督の森の石松に出演。山中は同作を最後に、日活を退社、PCL に移籍する。移籍後、第一作の人情史風船を最後に、8月に王将。翌1938年9月17日に、戦死してしまう。深見は、 山中との結婚を心に決めていたという説がある。プライベートな別離とは裏腹に、当時の深みはまさに絶頂期で、1937年6月の花井の大社 PCL 入り以来、日活時代劇の娘役の筆頭スターの地位を独走5月にバンドウつまさぶろがプロダクションを解散して、日活入りすると、坂東主演、牧野正宏監督の国里忠春で、 相手役を、翌九百三十八年一月、嵐寛十郎がプロダクションを解散して、日活入りすると、倉間天狗で共演する。番妻、荒間、知恵像揃い踏みの中心暮ら地の巻、天音の巻、よび、俗民と公文開国記の同年の二大作品にも出演した。九百四十二年一月の戦時統合による、大英への合併を機に、退社、 26歳で映画女優を引退した。この時すでに100本の映画に出演していた。川波お太郎一座に加わり、舞台を踏んだ。戦後は、大英の伊藤大輔、稲垣博士共同監督作品、東海水古伝や東方の小田本吉監督作品、音楽五人男に顔を出したが、基本的には引退している。1951年10月、 中園忠厚と結婚、一難を設けた後に離婚した。1986年、林海将監督のデビュー作、夢見るように眠りたい。1989年の自作、20世紀少年特本に40年ぶりに出演して、話題となった。2011年12月18日、静岡県にて死去、去年95、単餌全夜は100万両の壺。 キネは順報2012年2月下旬決算特別、豪王映画界ぶっこ人、リスト ABCDEFG、日本映画俳優全集、女優編の深見藤子の校の記述を参照。同行執筆は、清水明。ありがとうございます。